本日は久しぶりに蓄膿症かっこ副鼻腔炎の生みの出し方、これをやっていきたいと思います。はい、どうもひまわりまさでございます。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、久しぶりに副鼻腔炎蓄膿症の生みの出し方、これをやっていきたいと思います。僕のチャンネルは普段ですね、カメラ、僕はカメラが趣味で、カメラのお話を主にしているチャンネルなんですけども、1年ぐらい前にですね、僕は蓄膿症、副鼻腔炎で悩まされていまして、それをある方法で解決するというですね、動画をアップしたところ、見事にですね、再生数が上がりまして、いろんな方に見ていただきました。で、今年の5月にですね、牧野出版さんから出てこの爽快というですね、雑誌、健康雑誌があるんですけども、そちらの方にですね、このようにですね、見開き1ページを使っていただき、記事を掲載していただきました。これがですね、意外と評判が良かったそうで、今回ですね、副鼻腔炎の特集のムック本にですね、再掲載するということで、改めていろいろ写真とかそういうのを載せるので、改めて、こうやって動画を撮っているところでございます。最近ですね、この蓄膿症の動画を撮っていなかったのは、僕はですね、蓄膿症の症状がですね、ここ最近全く出なかったんですよ。なので、まあ動画を撮っていなかったんですね。はい、このですね、副鼻腔炎蓄膿症の生みの出し方といたしましては、ドクダミでございます。僕はドクダミの葉っぱを使いまして、蓄膿症の膿を出していました。これがめちゃくちゃ出るんですよ。はい、その方法をですね、今日は改めてお伝えしていこうと思います。そもそもですね、蓄膿症とはどういうものかと言いますと、顔にはですね、副鼻腔というですね、6つの空洞があります。はい、そこにですね、鼻水とかの膿が溜まってしまいますと、目の痛みとか頭痛だとか倦怠感とか、そういう症状がめちゃくちゃ起こります。すごく独特の臭い匂い、息も臭かったりとか、自分自身もずっとですね、こう臭い匂いがこのようにずっと垂れ立ってるんですね。それがもう嫌でしょうがないんですよ。はい、それをですね、僕はドクダミの葉っぱを使って解消していく、膿を出していく、これめちゃくちゃ出るんですよ。はい、以前の動画もですね、ちょっと説明欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってください。ということで、まずはドクダミの葉っぱが必要なので、ちょっと今ですね、時期じゃないんですけども、ちょっと採取していきたいと思います。それではドクダミ採取いってみましょう。じゃん、はい、久しぶりのドクダミの収穫でございます。今時期ではないので、いつものポイント、あったこの辺かな、この辺にあったね。あ、この辺ちょっと生えてるね。うん、ちょっと収穫していきましょうかね。はい、これをですね、水でよく洗っていきたいと思います。まずはですね、こうやって水道でジャブジャブ洗いまして、はい、その後にこういうタッパなんかに入れましてですね、よく洗っていきましょう。やっぱりですね、外にあるものなので、まずよく洗います。はい、そしてポイントがですね、僕の場合これをですね、お湯を使ってですね、もう一回洗うと歯が柔らかくなっていいんですよ。はい、はい、そしてこれがですね、洗い終わった、よいしょ、ドクダミの葉っぱでございます。はい、これですね、はい。これをどうするかと言いますと、これですね、これをどうするかと言いますと、潰して鼻に突っ込んでいくんですよ。はい、それだけでございます。そうすると、デカノイルアセドアルデヒドというですね、
成分、これはですねペニシリンよりかも強い抗菌作用がありまして、そして排尿作用もあります。これはめちゃくちゃ効く成分なんですよ。それがこのドクダミには豊富に入っています。これをですね潰してエキスをよく出して鼻の穴にねじ込んでいきます。それでは早速潰していきましょう。はい、これをですねもうふやかしていますので、これをですねしっかりとすりつぶしていきたいと思います。はい、ちょっと一回絞ってあげて水を切ってあげて、この状態ですね、これをですねしっかりと手の中で、まあ、こういう茎はね取っておきましょうね。はい、ね、茎はしっかり取って、これをしっかりと手の中ですりつぶしていきます。このぐらい、このぐらいね中のエキスが出てくるといいと思います。もうちょっとこうねしっかり砕きましょうね、これね砕きましょう。よいしょよいしょ、おーいいっすね。このぐらい、このぐらいいいっすね。はい。これをですね、鼻の穴に詰め込んでいきたいと思います。はい。それではですね、ドクダミの葉っぱをですね、鼻の穴に突っ込んでいきましょう。というわけで、そんなにですね、溜まっていないと思うんですけども、膿が溜まっていないと思うんですけども、ちょっと僕の顔の状態。これがですね、これがですね、今の状態でございます。まあまあ溜まってないとは言えませんけどね。はい、でこれ、はい、先ほどのこの、はい、毒ダミ、これをですねしっかりと鼻の穴に入れていきます。奥の方に詰めていきたいと思います。はい、これで、この状態でですね、だいたい20分から30分、40分ぐらい置いていきますと、デカノイル、アセドアルデヒドが鼻の奥の副鼻腔の方に広がってきますので、これでですね、しっかりと膿が出てくると思いますので、早速20分、30分後に移動していきたいと思います。それでは、ドン！はい、というわけで、月に約1時間肌の中に入れっぱなしでございます。さあ一体どうなっていることか、いきますよ。3、2、1、ジュン。はい、もうねこれがずっとシュワ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 ですよね。いや久々に聞いてますよこれ。はい、ではですね、よいしょ、早速鼻をね買っていきたいと思います。いやー久しぶりだ。いきますよ、3、2、1。あーめっちゃ出たわ。カルが見る、見ます。はい、ますよ。はい。
うん、